残留をかけて、昇格をかけて、いよいよ交わる J1 と J2 運命の分岐点、クライマックス最終章。最終節までもつれにもつれた J1 残留争い。京都サンガ FC、 プレッシャーのない仕事ほど面白くない仕事はない。リーグ屈指の守備力で J1 の座を、プライドを死守してみせる。 J2 相手にこのスタジアムで負けるはずがない。どうってことねえよ。京都の街、サポーター、そしてクラブの礎を築いた恩人に、紫魂にかけて歓喜を届ける。守り抜け J1 を。もう一試合、自分たちが来年の位置を決めれる試合があるってことは間違いないですし、僕たちに与えられた試練というのは、まあ、こういう現状だと思うので、勝つ準備をするだけだと思います。ロアッソ熊本、たどり着いた45試合目、 J1 への扉。どんな手を使ってでも、いや、どんな足を使ってでもいいなら勝機はある。馬力全開、死力を尽くせ。スターはいないが、ヒーローを生む大きマジック、若さみなぎる赤馬の勢い。 J1 への挑戦は早すぎる。知ったこっちゃねえよ。駆け上がれ J1 へ。駒を進めただけで何も始まってませんけどね、まあ、そのあたりは肝に銘じてやりたいと思います。失うものはもう何もないんで、あと1勝で、J1 昇格することができるので、熊本一丸となって、勝って J1 昇格しましょう。京都か熊本か、 J1 か J2 か、その結末を見届けようじゃないか。自分を変えろ、自分を守れ。クラブを変えろ、クラブを守れ。歴史を変えろ、歴史を守れ。昇格をかけて、残留をかけて、まし留めきるまで。来た相手を叩きのめす。泣いても笑っても、これが最後。 2022J1 参入プレーオフ決定戦、京都サンガ FC 対ロアッソ熊本、11月13日。